何か用？いい感じだわ。嬉しそうね。じゃない？いい感じだわ。いい感じだわ。もっともっとかしら。今週はレースがあるわね。うん、いい感じじゃない？嬉しそうね。何か用？だけど、ただいまより投票受付を開始します。Thank you.
各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ナルオ記念12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。名将ナルトが先手を取ります。オーケーヘイロー、ラブリーデイ、そしてそのうちにグランモンタナ、その後ろでやりましょうか。5番グランデッタ。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。エアソミュール。11番レッドデイビス、その外からはアズマシャトル。10番タガノグランパ、ほとんど馬体が合っています。6番黒い馬体マックスドリームであります。そしてその後ろからマジェスティーハーツ、外を通って片野東証。もう一度前から。さあ問題は直線、問題は直線356メートルであります。片野東証はまだ後方、ようやく追い込み体勢。外からはラブリーデイが来ている。オーケーヘイロー先頭、グランデッタが2番手、先頭は4番オーケーヘイロー、グランデッタがかわした。1着グランデッタ、そして2着はラブリーデイ。次は見返してやりましょう。1着5番、2着9番、1番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。見返したわ。見返したわ。何か用？ただいまより投票受付を開始します。
名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ってマイネルミラノ、9番リベルタス、12番アーテント、そしてその後ろからヘアトミュール、それからラブイトブルシェ、そして6番手に4番ダービーフィルであります。外を通りまして山勝エース、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。レッドレイブンが上がってまいりました。10番萩野ハイブリッド、デウスウルトがその後ろ、これが1番人気の7番片野投票であります。そのうちにバーゲンザイル、もう一回ある函館競馬場、片野投票は5番手といったあたり、マイネルミラノが抜け出した。マイネルミラノ先頭、リベルタスが差を詰めてくる。これは阪神レース、捉えられるか前の馬、片野投票懸命に追う。マイネルミラノ先頭、マイネルミラノが1着でゴール番を通過、2着はリベルタス、3着片野投票。次は見返してやりましょう。1着、1番、2着、9番、3着、7番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。見返しだわ。うん、いい感じじゃない？何か用？いい感じだわ。
よ。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭スタートの悪い馬がいますが、6番パッションダンス、さあ先行するのは何か。花を切ったのは10番アルフレード。内を通ってスルスルとフランモンタナが上がっていきました。マイネルミラノ、外から行こうというところ。9番スイートサルサ、内を通ってダコールメドウダーク。3番黒い馬体ファントムライトでやります。そしてもう1頭パッションダンス、5番アブニールマルシェ、外を通りましてユデスルタン、マジェスティーハーツ、そしてその後ろから片野東昇、前でやりますが前からアブニールマルシェ、外から1頭ユデスルタン、マジェスティーハーツ、そしてそのうちに1番片野東昇。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。片野東昇馬群をさばききれるかどうか。先頭はフランモンタナ、アルフレードが3番手、片野東昇が間から突っ込んでくる、外から差を詰めてきている。片野東昇抜けた抜けた、10番アルフレード、フランモンタナが3番手、片野東昇が2番手、先頭芝山とアルフレード、白い帽子片野東昇先頭だ、1着片野東昇。レースを終えた馬が戻ってきたわ。何か用？